この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますので、お待ちくださいね。それでは、ご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。皆さん、注意です。今回はですね、イラストの見栄えをガクッと落としてしまう落とし穴。あー、それやっちゃうイラスト、ついついやっちゃう失敗例5選を紹介していきたいと思います。皆さん、よくこういうことはありませんか作品が書き上がきって息を 用とに投稿よーし頑張った作品だしこの作品絶対伸びるぞと思ったらあれなんか思ったより反応がない何でだろうこれですすね原因はいろいろありますもちろんですね絵的な問題以外の部分の影響も大きいんですが自分が意識していない部分で絵的な魅力があるミスによってガクーッと損なわれてしまっている場合があるんですねもったいないいやだだっって絵以外の部分だったら諦めはつく かもしれませんが絵の部分だったらもしかしたら気をつけてさえいれば自分でコントロールできたかもしれませんよねそんな時にはですね長い長い修行期間が必要なんていうことはありません絵的な魅力をガクッと下げてしまうポイントさえ知っておけばそれを知ってそして回避するだけであなたの絵の魅力はググッとアップしてしまうからですこの動画を見ていただければ絵の魅力を損なってしまう原因を知って いただけけてて魅力あふれるる絵が安定しどどんどん描けるようになりお前の絵いつもいい感じだよな。なんかコツとかあんのかよ。ずるいぞお前だけ。そんな風に周囲の人たちから羨ましがられるかもしれませんよ。ぜひ最後までお付き合いください。それではもう今日紹介する5つの失敗で最初にお伝えしちゃいますね。それは構図がかゆい。絵が痩せて見える。見栄えがしない。ときめかない。感想をもらえない。です。はぁなんかね、もう聞いただけでちょっと嫌な感じするんですけど、大丈夫です。 順番に解説そして解決策をご紹介していきますねそれでは早速いってみましょう構図が痒いまず最初に紹介するポイントなんですがここここめっちゃ大事ですなぜかというとこの失敗例実はやっちゃっている人めちゃくちゃ多いんですよしかもですねこれやっちゃうと理屈はわからなくても素人目から見てもわかっちゃうぐらい絵の魅力をガクッと下げてしまうからなんですねこの絵を見てくださいいやこの絵を見ただけで僕ね うわ <laughs> 痒あ、かい痒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 い,痒い,痒いってなっちゃうぐらい全身がむずがゆくなってしまうんですが、皆さんわかりますかおそらく皆さんも原因はわからなくても、なんか気持ち悪いなって思った人多いと思うんですね。その原因は、ここ、ここです。このですね、画面端を線で擦る行為。これは、基本的に、ブブー !NG です。皆さんどうです画面いっぱいに絵を描こう。でも、描いた部分は全部画面に入れたいって意識すると、ついね、これやっちゃ ガチじゃないですか自分の絵を思い返してみてあっってねちょっとドキッとした人いると思いますね無意識にやっている人意外と多いと思うんですがでもねこれをやっちゃうとはあなんだろうこのむずがゆさこの絵見てらんないってね見ている人になんとも言えないむずがゆさ誘発させてしまうんですこれを僕は構図がかゆいと呼んでいてこうならないように日頃から注意しているんですね画面端をこすらない では、解決策はというと、簡単です。線で画面端を擦らないことですね。画面端を擦らないことを意識して、今の絵を修正するとですね、これがこうなります。ポイントは大きく分けて2つですね。1つ目は、この頭の部分。ここはですね、画面内に収まるように下げて、頭の線が画面端から離れるようにしました。もう1点は、肘の部分ですね。ここはあえて外側に張り出させて、画面から見切れるように調整しました。これで画面端を擦ることは避 あともう一点ですが、これは今言った2点の複合技です。炎部分ですね。炎部分は本体に収めましたが、これだとちょっとこじんまり収まりすぎていて迫力に欠ける。そんな時はこういう風に周囲に舞っている火の粉やパーティクル表現、この部分を画面外にはみ出させる。これによって構図内に綺麗に収めつつも迫力は担保する。そういう上級テクニックもあったりします。これはですね、最初もお伝えしましたが、めちゃくちゃ大事なポイントです。 覚えておいてください線で画面端をこすらない今日はこれだけ覚えただけでもですね絵のレベルめちゃくちゃ上がっちゃいます絵が痩せて見える 絵が痩せて見える。これ言葉だけ聞いても何のことか分からないと思うんですが、例えばですね、こういうことです。画面全体が青系統の色で覆われていますね。まあ、青じゃなくても赤でも黄色でも、このように画面全体を単一の色相だけで構成してしまうとですね、んーまとまって見えるけどなんか物足りないなぁ。でね、どことなく絵のイメージが膨らまないような感覚になってしまうことがあります。これはね、僕は絵が痩せると呼んでいます。まあ、もちろんね、コンセプトとして絵を単一 単一色でまととめめるといいう,うに決めていたりそもそも色は使わない絵の場合にはこの限りではないんですがそういう場合は別のところで絵の魅力を表現していることが多いですでもですね特に単一色で縛るというコンセプトや狙いがない場合にはですね次のテクニックを使うことで絵が痩せることを防いで逆にイメージがどんどん膨らむそんな色使いができるようになりますそれは補色を入れよう はい。補色を取り入れるという解決法です。補色とは何かお絵かきソフトでよく見るカラーサークルで説明すると黄色に対しての紫緑に対しての赤青に対してのオレンジといったようにカラーサークルの真反対の色同士のことを補色と言います。この真反対の色同士を画面上でぶつけ合うことによって見ている人に色の響き合いワクワクするような感覚を味わってもらうことができます。まあでもあまりにもサイドが高い色同士をぶつけてしまうと いわゆる、ハレーションと呼ばれるような、目がシパシパするような効果をもたらしてしまうので、そこはね、ちょっと注意なんですけど、捕食対比を使う場合には、少しだけ彩度鮮やかさを抑えてあげることによって、ハレーションが起きずに済みます。また、もともと彩度が高いイラストの場合は、逆に無彩色、サイドがない色を意識的に織り混ぜることでも、捕食対比と同じような効果を得ることができます。これはなぜかというと、無彩色は、隣り合った色の捕食に見えるということ 効果があるからですこれはねちょっと上級テクニックなんですが覚えておいて損はないと思うのでもし彩度が高めな派手な色使いが好きな人はですね覚えておくと役に立つと思います。見栄えがしない 見栄えがしな,いなんだかね、すごく致命的な問題のように聞こえるかもしれませんが、その通りです。今から紹介する失敗はですね、今回紹介する失敗例の中でも、一番見た目に影響を及ぼします。これができていないと、あなたの絵に対する周囲の反応の数は、著しくガクッと下がってしまう。そのぐらい大きな問題ですので、ここは集中して聞いてください。例えば、このイラストを見てください。こちらはですね、僕がパレット団のワンドロ大会で描いた絵です。 その絵をちょっと加工して、あえて見栄えのしない状態にしてみたものなんですが、どうでしょうなんとなーくしらっちゃけたような眠たい絵に感じないでしょうか女の子が描いてあるし、猫耳だし、なんなら後ろに可愛い猫ちゃんまで描いてあるのに、なんかこう心にガツンと響いてこない見栄えがしない感じ、お分かりいただけると思います。こうなってしまうとですね、この絵を見た人は素通り、ツイッターなどでこの絵を見かけても、すー引っかからずにスクロール。当然 いいねはもらえませんそんな重大な失敗をしでかしてしまっているんですねこの絵はではこの絵の何が問題なのかそれはですねコントラストをつけよう はい、コントラストが弱いこと。これがこのイラストの最大の問題です。コントラストとは白と黒の明暗さの幅のことですが、明暗さが大きいことをコントラストが強い。逆に明暗さがついていないことをコントラストが弱いと言いますね。そしてこのコントラストが弱いこと。これが絵にとって非常にマイナスに働く場合が多いです。なぜかというと、色にはさっき紹介したように反対色をうまく絵に織り混ぜる補色対比やグレーをうまく 絵に取り入れるるががあるんですがそれよりももっともっと目にダイレクトに訴えかける効果の高い最上位の色彩効果明暗対比があるからです明暗対比はですね非常に効果的ですどのぐらい効果的かというとですねもう暴力的と言ってもいいぐらいです例えばこの画像を見てください白い背景と黒い点に見えますよねでもねこうするとどうですか 黒じゃなくて、紺色の点だったんだ。って気づきますよね。そうなんです。明暗対比は、細かい色相の違いなんてぶっ飛ばしてしまうぐらい。明暗さ。つまり、コントラストは、人間の目にダイレクトに訴えかけてくる情報なんです。その、大事な大事なコントラスト。これが、うまく使えていないとですね、捕食サイドそんなのもはや関係ないぐらい、見栄えが悪く感じてしまうわけなんですよ。じゃあ、絵を描いている途中で、コントラストが弱い って気づいちゃったら、もうおしまいじゃん。はははははは,は,は、って思ったあなた。 大丈夫です。安心してください。デジタルツールはですね、こういったコントラスト調整に非常に役立つ、トーンカーブという補正機能があります。Photoshop で言うと、このボタンを押して、トーンカーブの補正レイヤーを作ります。これはですね、他のソフトもやり方は違いますが、概念は一緒です。調整の仕方は非常に簡単です。まずは、真ん中に点を打ってください。そしたら、その点の左右にも一つずつ点を打ちます。そしたらですね、左側の点を下にちょっと引っ張ってみましょう。そうすると、 イラストの暗暗い部分がより暗くなりましたよねなんだか絵が引き締まった感じがしますさらにさらに右の点を少し上に引っ張ってみましょうそうすると明るい部分がより明るくなったのがお分かりいただけると思いますイラストに華やかさが生まれたような気がしますねほら画像を見てくださいさっきまで白くもやーっとしたような眠たい画像でしたが黒がより暗く肌が明るく調整されたおかげで見た瞬間おってね興味が引きつけられるような絵に変化したのがお分かりいただけるのではないですか でしょうかそのためにはコントトラスをを意識して絵作りをすることそして途中で失敗に気づいても大丈夫そんな時はコーンカーブの調整画面を開いてこんなふうにカーブをゆるい S 字にすることでコントラストを強く調整でき人の心をガッチリキャッチできる見栄えのいい絵作りができるようになっちゃいます覚えておいてくださいねときめかない ときめかないなんて聞くとねちょっと泣きたくなっちゃうような感じすると思うんですけど例えばこのイラスト見てくださいいやそんなに悪いイラストじゃないと思うんですけどね形は整ってますし目立った絶賛ぐるいもないですしだけどなんかときめかないキュンとしないそんな状態になってしまった経験がある人多いと思うんですね僕もキャラクターイラストを始めた8年前この問題にすごく悩みました整えても整えても魅力が出てこないねどうしてもうね誰か助けてって感じだった んですけどキャラクターイラストが得意な人にデータを見せてもらったりその人の描き方を実際によく見て気づいたんですよというかですね当時の僕かららししたたもう衝撃的でしたね絵がときめかない場合の解決策それはですね顔だけ厚塗りする はい。顔だけ厚塗りすることです。いや、もうね、びっくりじゃないですか僕の色の塗り方って、大体はこんな風にはっきりと色面を割ったアニメ塗りなんですね。なので当然、顔の中身もはっきりとシンプルに、色面をきちっと分けてアニメ塗りしてませんいや、全然してないですね。むしろ、顔の中身のパーツは厚塗りに近いんですよ。上から幾重にも塗り重ねを行ったり、何度も何度も形を修正しながらですね、ペタペタペタ、 ペタ,ペタ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 厚塗りしてるんですよ。なぜか、どうしてそんなことをするかというと、要するにそうやって、顔の中身の情報量をアップしているんです。人間って人の表情をよく見ます。顔が良ければ、多少他の部分におかしい部分があっても、気にならないぐらい、その絵のことが好きになっちゃいますし、逆に、その他の部分がどんなによく描けていても、顔が気に入らなければ、その絵のことはそんなに好きにならない。そのぐらい、顔の部分は重要なパー ですそんな重要なパーツですから他ののの部部分分と顔の部分情報の量や質同じででいいいわけなくなくすか実際僕が観察したキャラクターイラストの第一線で活躍している人たちもうね嫌がられるのを覚悟でその人たちの絵を描く姿を後ろからジー と見ていたことがありますそしたらですね、どんな絵柄かにかかわらず、顔の表情を描くときだけ、もうひたすら、ペタペタ、ペタペタ、ペタペタ、まつ毛の部分だけ異常に描き込んだり、ちょっとした線のニュアンス、一度と、右にずらしたり、左にずらしたり、その作業だけを1時間以上繰り返しているんですよ。すごいでしょえ、他はアニメ塗りなのに、そこだけ異常に描き込んだら違和感出るんじゃないって思うじゃないですかいや、全然そんなことないですね。 むしろその情報量の差が心地よかったりします例えばこちらはさっきの絵を簡単にですが顔の部分だけ厚塗りをして情報量をアップしてみましたいかがでしょうさっきのと比較してみるとほら顔の書き込み量が増えたのに伴ってキュンなんかこう引き込まれる感じがアップしたのがわかるでしょこのように絵柄に関わらず顔の書き込みだけは厚塗りにして情報量を増やすことこれによってイラストにときめきをプラスすることができちゃいます覚えておいてください さいね、感想をもらえない。 Twitter に絵を投稿してももも誰からら感想がもらえないんですそういう声をよく聞きます。僕もそういう相談多数ね、寄せられるんですけど、そういう人の絵を見てみると、あ、これは確かに感想言いづらいかもって思うことがあります。いや、これはですね、絵の技術、云々の問題じゃないんですね。何かというと、一言、作品が未完成だからです。絵に感想を言うのって、言う側になってみるとわかるんですが、結構ね、気を使うんですよ。うわーここがいいですね。って感想 を言ったとしても絵の途中段階でその感想を言ってしまったら本人が意図してなかったらどうしようとか心配になっちゃう人もいるかもしれませんし本人から求められてあもうちょっとこここうした方がいいかもってアドバイスをしようにもその絵が未完成だとしたらあでも今からそうするつもりだったかもしれないし余計なお世話かななんて頭が働いてしまって言いづらいんですねこのように作品が未完成だと見た人は感想を言いづらいということが起こりが ですえ、そんなことないよ俺はきちっと完成作品を出してるだけど感想がもらえないんだよと思ったあなた要注意ですよこれはですねもしかしたらきつい言い方になってしまうかもしれませんがいいですかよく聞いてくださいその作品 あなたは完成させたつもりかもしれませんが、周りからは未完成だと思われている可能性が高いです。あなたの意図に反して、周りの人からは作品が未完成に見える。だから、さっきのような気を使ってしまって感想が言えない。そんなギャップがあなたと周りの人との間に発生してしまっている可能性がありますね。そういう場合にはですね、簡単な解決策があります。それは、1枚に10時間かける。 皆さん、一枚の絵にどのぐらい時間をかけてますか一時間ですか二時間ですか三時間四時間おそらく人それぞれあると思うんですが、僕から見て、ああ、この人の絵完成させたらもっともっと魅力的になるのに、そういう風に思ってしまう人の絵はですね、これってどのぐらい時間をかけて描いたんですかって本人に聞いてみると、だいたい一時間か二時間、長くて四時間ぐらいのことが多いです。もちろんね、絵を描き慣れている人だったら、4時間で1枚の絵 仕上げるのは不可能ではないんですがそれは相当急いだ場合ですね僕らプロの感覚からしても4時間は相当早いですというか正直なことを言いましょう例えば同業のイラストレーターさんが一人のキャラクターが書いてあるイラストを Twitter に投稿したとしましょう軽い背景も書いてあるようなイラストですあのこれってどのくらいの時間をかけて書いたんですかで聞いてみて帰ってきた答えがあえっ、ー、とだいたい6時間ぐらいですねって言われた時の感 そうですね、えっ6時間 早すぎないっていう感想です。内心ビビりまくります。そう。プロからしても、1枚6時間は少なくともかかります。というか、6時間ですら超早いそういう時間感覚なんですね。プロでさえ、そのぐらいの時間がかかるわけですから、絵を描き慣れていない人は、単純に考えて、それ以上、ちゃんとした絵を仕上げようとしたら、時間がかかると考えて妥当だと思います。なので、僕がおすすめするのは、もう単純。1枚に対して、10時間かけてみてください。え 10時間もかかんないよ。という人は逆に10時間かける方法を探してみましょう。今まで色を塗ってみたことがない人は色を塗ってみるでもいいですし、鉛筆の線で描いていた人は線にきちっとペン入れをして綺麗に仕上げてみるでもいいです。線を綺麗に描くだけでも余裕で2時間以上かかりますからね。今まで大雑把に描いていた部分をもう少し細かく書いてみるでもいいでしょう。とにかく時間をかけて少なくとも10時間はその1枚に 追加してみてみくださいおそらくですね、それを実行しただけで、絵の完成度が飛躍的に上がって、あーなんか今回は力作だね。すごい絵じゃん。この絵好き。なんて声をかけてもらえるかもしれませんよ。以上が、絵の魅力を下げてしまう、ついついやってしまう失敗例5選でした。いかがだったでしょうかまた、今回と同じく、ついついやってしまう、絵が下手に見えてしまうポイントと、それを解決するための改善策をお伝えした動画。こんな絵は下手に見えます。3つの 大事なポイントもおすすめです今日の動画が参考になったよという方はですねこちらもぜひチェックしてみてくださいね概要欄に URL を載せておきますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイということで再放送お届けしましたいかがだったでしょうか新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします